今日この曲歌いたいんですけどすいませんって突然連絡して、最悪も一人でやろうかなみたいな、中さん、用意してて貼ってシール恵美子さんっていう人がいまして、あの地球を3周ぐらいしてるあの冒険家で素晴らしい人で、あのテレビでもね取り上げられた、で実はこの店にもね、はい、来てくれはって、すごい縁があって不思議なもんでね、で今日はあのしゅうさんがね来てくれて、今日は絶対この歌を歌わなあかんなと思って、用意してきました。クオリティラブという時です。進んでく脇目も振らずに、あなたはそんな生き方、遥か彼方にある、ペダルを踏み込み風を切り裂く、あなたはそんなやり方、僕らに教えてくれたのはあなたの生き様だから、もう一度見せてくれよ、光輝く朝を、信じているのは僕だけじゃない、みんなが待っているんだ、
ありがとうございます。